まだか。おい、聞いてんのか。そんな簡単に手に入るものだとお思いですか。あの骨壺ですよ。私がヤバいってのに助けないどころか見て目のふりってどういうことよ。最低だよ。ごめんなさい。
久しぶりに話したね。中学まではよく話してたけど。もはや赤の他人だから。そんな、私は美津子のこと誰よりも。本当だよ。それなら、あいつのこと殺してよ。
うわ、マジだ。もっと早く言えよ。言えないよ。何よ。そういうことか。で、いつからなの？もう1ヶ月くらいかな。最初はただのメールだったんだけど、最近は補習だなんだって教室に残されるようになって。3日前、もう少しで襲われそうだったの。学年主任に逐り早いじゃん。このことが公になったら私みんなから変な目で見られるでしょ。あいつそれも計算済みでってことか。人気者の美津子はチクらないって分かってんだろうな。ね、好きな気失せただろ。普通に一蘭のことなの。無理すんなって。また一だから。マジかよ、キモすぎだろ。もうやだ。なんだよお前。みつこ。何？稲田家の墓の骨壺から取ってきた。稲田家の骨壺ってあれだよな、位牌を飲むと呪われて死ぬって噂の。は？なんで？他人じゃないから。これしかいい方法が思い浮かばなくて。これで市田先生を。お前キモいんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。食べないのか。もうご飯食べてしまって。先生からのメールをちゃんと確認しないからだよ。すいません。先生との昼食は楽しいだろ。それ、赤星の飲みかけだよな。はい。もらってもいいか。どうぞ。悪いな。飲まないんですか？
赤星のことを思って後で大切に飲ませてもらうよ。ご希望通り今頃は胃の中だよ。え、飲ませたの？おいおい、取ってきた本人が飲ませたの？はないだろう。これを使って警告するだけでよかったのに。だってこんなんで死なねえから。稲田家の墓なんてよく見つけたよな。なんでそこまですんの？それは弱みでも握られてんの？大切な友達なの。大切な友達ね。それ美津子も同じこと思ってっかな。あんたみたいなキモいやつのこと友達だなんて思ってるわけねえじゃん。あんたってさ、暗くて存在感なくて空気で有名だもんね。あんたの連れだなんて思われたら迷惑だっつうの。だから絡んでくんない。ガオ、お前何イライラしてんの？やっぱ市田のこと好きなんだろ。失恋したからってこいつに当たってんじゃねえよ。うるせえよビビる。は？お前誰に口聞いてんの？やめて。私のせいだよね。ごめんなさい、ごめんなさい。こんなとこで何やってんのよ。待っててって言ったでしょ。飲まずにペットボトル持ってかれちゃった。後で飲むってさ。カホ？ほっとけばいいよ。教室戻ろう。何やってんの？職員室に来るなんて珍しいじゃん。恵子ちゃん、これ。え？あ、くれるの？ありがとう。おいしい。あ、市田先生。何してるんですか？これ佐伯さんにもらったんです。そうですか。佐伯さん、ありがとう。よかった。佐伯、ちょっといいか？それでだ、その悲惨な第二次世界大戦の最中にこの国際連合ってのを作ろうっていう話になったわけだな。で、この大西洋憲章ってのはこのイギリスのチャーチル。誰だ？授業中携帯電話切っとけよ。で、このイギリスのチャーチルとアメリカのルーズベルト、この二人が。何これ、キモいんだけど。これマジで？あの稲田家の骨壺ってやつ。キモ
に何してるんだよ。気にしちゃダメだよ。うん、うまくいったね。先生にひどいことしようとした罰だよ。友達なんじゃないのか。それはいい、理由なんて興味ない。え、これで赤星が孤独に耐えられなくなった時、耐えれる人間、彼女にとって大切な人間が誰かわかるだろう。私は先生のために黙ってないで何とか言ってください。君は愚か者だよ。せっかく手に入れていた友情を捨てて、手に入ることのない愛情を求めたんだからな。そんな、さっさと帰りなさい。この前別に見たけさんがお父さんとデートしてました。みつこは子、私一人で帰るわ。生徒が成長していくのを見られるのは本当に幸せ。卒業してひょっこり訪ねてきてくれたりしてね。でも訪ねて行っても忘れられていたらショックだな。忘れないわよ。受け持ったクラスの生徒の名前と顔は全員覚えてるわ。またまた。全部エリのせい。ごめん、ミツコに迷惑かからないようにするから。骨壺から位牌を取ってきたのは私なの。全部私が悪いの。ミツコは何もしてないの。邪魔なんだけど、うざいの。あのメールはデタラメだから。もういい、絶対に誤解を解く。もういいって言ってんの。突然飛び降りたの。さっきまで楽しく話してたのに。待って、
んなわけないだろう。先生、飲まなくてよかったですね。ペットボトルに入れたのは持ってきた位牌全部なのか。さあどうだったかな。先生は生徒たちに大変慕われていた先生でしたので、彼女たちも現実を受け入れられないんでしょう。これ以上彼女たちを苦しめてはいけませんね。帰っていただいて結構です。マキさん、現場検証した鑑識からも事件性はないとの報告があります。自殺と考えて間違いないでしょう。まだ消えた左腕のこと。消えた左腕、あ、ちょっとよろしいでしょうか。遺体の一部が見当たらないんです。今も捜索中です。明日の学校までには必ず。あの、一ついいですか。はい。薬物反応とかは。ああ、いえ、突発的に飛び降りたと聞いたものですから。解剖の結果、特にそういったものは。そうですか。では生徒たちを連れて帰ります。落ち着いたら話すように言っておきますので、ご迷惑をおかけしました。ご苦労様でした。今日ちょっと話せなくてな。改めて今度話すことになってるから。おはようございます。まあ、とにかく今日は帰れ。午前中の授業は少し事情があって休みだった。昼までに連絡入れるから。それまで自宅待機だ。なんでですか。いいからいいからいいから早く帰る。連絡も回すからそれまで自宅待機だ。また隠れる気？みつこ。隠れたいのは居場所なくなった私だよ。ごめん。絶対に誤解は解くから。もういい。友達だと思ったやつもみんな離れたし。なんかもう疲れた。よくないよ。どうしてそこまでするの。私別にあんたのことなんて。あの木に隠れた時のこと覚えてくれてたんだね。あの頃うちの家族ボロボロでさ、何もかも嫌になって、毎日がつまんなくて、全てから逃げ出したかった。死んだっていいってくらい。そんな時みつこたちとかくれんぼすることになった。ちょっと待って、まさかそんなことが理由とか言わないよね。木の上なんかに隠れたのって見つけられたくないからやったんじゃなくて、見つけて欲しかったからやったんだと思う。
自分が存在していないと思うくらいに場所がなかったから、みんなに驚いてほしくて。だけど誰も見つけてくれなくてさ、しかも木から降りられなくなって、日も暮れちゃって怖くて仕方なかったんだ。でも美津子は私を見つけてくれた。高校に入って私はエリを遠ざけたんだよ。それでも私は美津子のおかげでここにいる。分かんないよ。メールが来た。あいつ残りの位牌で私のこと脅してきた。位牌で脅すって呪われんだろ。は呪われるって。いつだに飲ませようとした位牌のドリンク、恵子ちゃんが飲んだんだよ。恵子ちゃん呪いで死んだんだよ。呪いだなんてバカバカしい。自殺でしょ。あんな明るい恵子ちゃんがこっちも位牌で脅さなきゃいけないの。だから墓のある場所を言えよ。ちょっとやめなさいよ。エリー、マジあんじゃん。はっ、すげえなこれ。おい、骨壺ってどこ入ってんだよ。そう、この中でしょ。はい、じゃあ開けてみる、開けてみる。マジ、もう開けちゃう、開けちゃう。肉吹きちゃうね。おい、誰か来たぞ。誰だお前。あ、もしかしてお前も骨壺？悪いけど俺らが先だから諦めな。ほらどっか行けよ。おい、聞いてんのか。あ、聞いてんのかって。あったよ。お、出た骨壺。これ開けちゃおうぜ。わあ、ちょっと待てこら。
こ行ってんだこら、おい、うるせえこら、長生き、左腕見つかりませんでしたね。左腕か。カラスが加えて持ってったとかじゃないんすか。バカ言ってんじゃねえ。生徒たちは三浦先生が飛び降りる直前まで左腕はあったと言ってたよな。ええ、遺体にはすぐ人だかりができた。持ち去る隙なんかなかったはずなんだ。見つけた。どうして？今の時代かくれんぼで遊べないね。静かに休んでいるところを荒らしてしまってすみません。美津子を守りたいんだったら自分の力でやらなきゃダメだった。針止めが怖くて一だから逃げてた私が悪いんだよ。さあもう帰ろう。帰ったらお母さん怒らないと。エリのこと心配してたことなんだから許してあげなよ。エリがお母さんの中でちゃんと存在してるからでしょ。そうだね。
呼び出してよ、そんだけ。お願いだから位牌を返して。位牌の力で相手を脅して望む結果を得たとしても、そんなのすぐ逃げていくよ。何してるの？花がないか調べてんの。花？一緒に食事しようって呼び出したくせに。愛する僕を殺すことなんてできないよな。これからは君のことだけを見ようと思う。先生にとって私は子供なんでしょ。女って生まれた時から女なんです。甘く見ないでください。愛なんて一日もあればきれいに冷めますよ。気が済んだ。離せ。お前はやっぱりただの子供だ。大人ってのはな、負け慣れていくことなんだ。だから劣勢の時でもすぐに逃げられる。しかもご丁寧に持ってきてると思う。離せ。次から次へと。
先生、おかえり。君のママは茶菓子を買いに出てったよ。何しに来たの？佐伯果歩さんが自殺をしたから生徒たちの心の傷をケアしにね。先生全員で家庭訪問に回ってるんだ。お前が殺したんだろ。最初に俺を殺そうとしといてよく言うな。もったいないこと。君は佐伯果歩に嫌われてたみたいだな。うるさい。彼女が死んで安心したんじゃないか。うるさいってんだろ。君は自分の弱さを隠すために周りに攻撃的になるところがある。体を針で守った山嵐はその針によって相手のぬくもりが感じられなくなり結局は孤独になるんだ。帰り。そうした方が良さそうだな。一打をやらないと、カホの次は私がやられる。一打が
果歩を。私聞いちゃったの。今度は右腕か。薬物反応や外傷が見つからないとしても、さすがに自殺なんかじゃ納得できないですよ。何が起きてんだ。一田がそんなことを。だからやられる前にやるしかないの。警察に行こう。警察になんて行けるわけない。恵子ちゃんを殺したのは私たちなんだよ。だから私たちの手で一田を殺さないと。恵子先生や加穂が死ぬことになったのは私のせい。ヘリもそこにいんのか。聞いてたんなら早く骨壺を取ってこいよ。私が殺した。もう耐えらんない。早く骨壺を取ってきて。涼子、今から会って話そう。何かいい方法が見つかるはずだから。いや、絶対に部屋から出ない。それなら私が行くから。今すぐ行くから。ヘリはここで待ってて。先生の靴が見当たらないけど、お帰りになられたの？ママ。急にそんなことでノックしてんじゃねえよ！怒鳴ることないでしょ。ドア開けなさい。ほっといて。カホちゃんのことで悲しんでるのはわかるよ。市田先生も心配してたわ。ふざけんな。ママ、一緒にいてあげるから。怖くて震えてるんでしょ。またタオルを噛んでいるんでしょ。小さい頃から怖いことがあるといつも噛んでいるもんね。だったら悪いの？市田先生にその話をしたら可愛らしいって笑ってたよ。
温まるよ。飲みなさい。コーヒーは嫌いかな？いいえ。今は飲みたくないか？怖くて。どういう意味かな？いいえ。友達が死んだんだ。君の周りで3人目だ。何か知ってるんだろう？全部エリが悪いんです。みんなエリのせいで死んだんです。話聞かせてもらおうか。私一田にセクハラを受けていて、そのことでエリを責めたんです。全てはそこから始まりました。話して。君が小坪の位牌を持ち帰ったんだね。私は悪くありません。そうだよ。え？位牌なんて持ってくるんじゃなかったなんて思ってるんだろ。道具は生み出したものではなく、それを使う者の責任であり罪なんだ。君が気に病むことじゃない。小坪のある場所行ってもらおうか。行ってどうするんですか？骨壺を使って美津子を脅迫でもするんですか？なぜ笑うんです？こんな力を手に入れたら、あんな青臭いガキの興味なんて消えてしまったよ。すごい力だぞ。殺人を犯しても捕まらないんだ。現実に今井と佐伯なんて骨壺の存在に翻弄され、本性をあらわにした。それだけのものなんだ。さあ、置いてある場所言いなさい。これからも使うってことですよね。もちろんだ。これだけの力を使わない手はない。もしかして自分の危険を警戒してるのか？骨壺さえ手に入れば君を殺す理由なんてない。約束してくれますか？ああ、約束だ。場所を言います。エリが悪いんです。とにかく室田エリさんを見つけて話を聞こう。
いい友達を持ったね。私嘘ついてます。そうだね。はい、失礼します。今井涼子さんから特に薬物反応は見られませんでした。一度を捕まえてください。無理だ。どうしてですか？呪いは殺人の証拠にはならないんだよ。もう一つ報告が。どうした？稲田家の事件について調べました。10年前の事件か。はい、白昼の犯行で星はまだ上がっていません。稲田琴美。お腹に子供がいるんです。助けてください。お願いします。この子だけは産みたい。外の世界を見せてあげたい。母親になれてやっと幸せを感じているんです。お願いします。助けて。呪っても仕方ないですよね。エリからのメールです。一田のことはもう大丈夫だから。どういうこと？何かあったのかもしれません。何してる？今調べてます。調べる？エリのお母さんがエリの携帯に追跡アプリを勝手にインストールしていて、それを教えてもらったんです。どっちに向かってるな。そんな目的は多分骨壺だろう。きっとエリは一田に脅されて。可能性はある。助けてください。無理だ、ただの可能性だ。警察は動けない。待ちなさい。なして、なしてよ。車出せ。早くしろ。はい。最後までお腹の子供を守ろうとした。無念だったろうな。でしょうね。産みたかっただろう。ええ。本当に呪いが存在するのか。体の一部を持っていく目的は何だ？これか。骨壺は別の場所に隠しています。本当です。
まだか。おい、聞いてんのか。そんな簡単に手に入るものだとお思いですか。あの骨壺ですよ。廃墟の中です。どうぞ。どうしました。なんか罠でも仕掛けてるんじゃないだろうな。寂しい人だなと思って。お前、美津子はこんなところにたった一人で私を追いかけてきてくれたんですよ。だからなんだ。私は先生とは違って寂しくないんだなと思って。ここで殺してもいいんだぞ。すごんでも怖くないですよ。さっさと骨壺取ってこい。おしまいです、先生。すべては私のせいで始まった。だから私が終わらせる。Thank you.
Mama.